これ出してる。ブータブータ小ブータ誰もやこんなよ。本日は。不良だからね彼ら。だから不良ってすっごい好きなんですよ。これキョロキョロ見てればいいんですよね。どっちが、ゆういちくんが好き。あーちょっと待って、でもゆういちダメだからな。コージですね。どうする、水かけとくか。元気欲しいな、言うね。うん、元気さがいいね。表裏のない人間かな。気持ち悪い。気持ち悪くてちょっとお風呂入ってクリクリしてくれないから。だから映像さん、何撮ってんの。メイキング。チャームポイントじゃん。はい、オッケー。ありがとうございます。お映画にチャレンジ。ちょっと泣きたい夜も、なんか愛しい朝も、この手伸ばせば心に触れる。愛とかなければ寂しいでしょう。君とかいなけりゃダメでしょう。優しさも激しさも分かち合えるなら、キスとかしなけりゃ寒いでしょう。素肌ごと感じたい。今熱い吐息に包まれて、二人でパラダイス、このままパラダイス、 Love and Paradise。すみません、もう一度こちらもお願いします。はい、はい、こちらです。はい、はい、もう一つ、はい、はい、行きます。もう一つ、にこやかにください。はい、せーの、はい、そう、すみません、はい、お願いします。はい、じゃあこれください。はい、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 行きますよ。はい、もう一つ、はい。今までね、やっぱり OL ビジュアル系っていうのをやってたんですよ。その時は結構中途半端でな演技ばっかりだったんですよ。なんかこうセリフとかもちゃんと覚えられなくて、でもこれはみんなが金払ってくるから、やっぱり中途半端じゃできないから頑張りました。今回僕頑張りました。初めて会った時緊張してたよね。緊張してた。全然話さなかったもんね。そう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 。やべえよ、映画だよ。朝早いし。怖いですね。いつもこれでベイドを探すんです、ね、そういうことにしとこう。うわよろしくお願いします。
なんかほらアイドルの人とかってね、わがままな人とかっているって言うけど、もうすごい好青年ですよ。多分これをきっかけになんか映画にハマってくれるんじゃないかと思ってるんですけど。寒かった。もうクランクインからずっともうね、寒さとの戦いでしたね。セット入るとホッとします。初日からもう雨降らしたり、なんか自然にできるようになってきましたよね。私この現場中に声が枯れちゃったんですよ。で全然出なくて、セリフもかすれ声とかでやってたんですけど、それでもなんか嫌味一つ言わず付き合ってくれて、そうですね、2人がこう普段明るい2人が悩んだりとか苦しんだりとかする姿を見てもらいたいななんて。何もしてなかったら原動台だけだよ。何も映ってない。ええ、ネガは全部真っ白だよ。っていうか、これはみんなバカなって言ったら、みんなバカなって言ったら、あの、ナオコのこと考える。よーい。演技者っていうのはきっと演技のことを考えて演技してるんだと思う。演技のこととか、どうやったら自然に見えるかとか、自分が演技やるんだからきっと自分だったらこうするんだろうとか、この子だったらこうするんだろうって考えてやるんだと思うんだけど、俺そうやって考えてやんないからきっと演技者じゃないんだと思う。全て演技をすることが俺らはそう演技ができないから、全て何考えたりしなきゃいけないし、なんかこうは何こう演技下手くそなのにこう頑張ってやんないといけないから、結構辛かったです。はい、できた。よーい。おい、ヨウジ聞いたか、すっげーぐちゃぐちゃになってたんだって。やめろ。遊び行く遊びなのか。え、ああそうみたいだね。あいつ暗いから、いてもいなくても分かんねえな。はいはいはい、そうだよ。あきら、どうしたんだよ。好き。春、秋とか春とかが好き。涼しい時がいい。普通な感じがいい。
おはよう母ちゃん出てさ、おいえおいえ、おいのおいのおいのばあちゃん金さん、おいのおいのおいのばあちゃん金さん、イエーロケのレレレレレケのちげえじゃん全然合ってねえロケのなんでここで C が入るの、意味わかんない、絶対おかしい、何これ、なこ、優しい人だって言われたことなんてさ、一度惚れかったんだ、えいおい、おい、なんか上手くなってきちゃったな面白いですよね。うちの姉ちゃんもいるからすごい分かるんですよ。コウジ弟じゃないですか。で私も妹だから、こうしてても実は違うんだろうなっていうのがすごい手に取るように分かる。同じなんですよ、なんか姉と弟の関係が。私も姉ちゃんのことずっと追っかけてたし、この世界に入ったのも姉ちゃんの後追っかけて入っただけだから余計に分かる。やつらの秘密、やっぱり兄弟関係雄一の方が上なんだなって感じそれはうちと同じなんだなって感じ。でも言うことは言ってるし、お姉ちゃんに対して。私も時に逆転するけど、基本はやっぱお兄ちゃん大好きなんだなって感じ。歩きすぎて立ち直る青春学園ホラー、プラス自分の世界だから、不思議なバランスになら仕上がると思うんですけど、いやあのね、不良だからね彼らだから、お不良ってすっごい好きなんですよ。だからすごいね、彼ら好きだよね。だから俺が彼らのこと好きな気分がそのまま映画に出てれば、お客さんも好きになってくれるかなと思って、なんていうのかな、なんとなくこうちょっと、真面目じゃない優等生じゃない部分っていうのがすごい好きですね。マイカ
見られてるとどういうこと？こうやって見てるとさ、こうやって剥がしてくるの。もうなんかおしゃれなったっけな。こういうのって見てるんだろうなって。ごめんなさい。いや、ちょっと剥がしてこれ思いっきり。俺の顔とか見、お姉ちゃんの顔見える？見える、これぐらいは見える。でも結構ちゃんと見える、うん、視野が狭いだけ。これ今こうこのくらい入ってる。こうやってやられてバンって引っ張ってくるの。なんでそのこと言うの？やりたいよ。こうやってやって、こうやってやって、こうやってやったらどっちが来るか分かんない。分かる？怖い。こっちがバンって超面白い。息すんの。かわいそうになってきた。最初はあのこの方たちなんですって写真を見せてもらった時に、わよくいたなと思ったんですね。イメージにぴったりの。ほら、あの絵を描く時にはどうしてもほら顔とかあれをあの決めなきゃいけないでしょう。そういったね、顔のイメージがね、ドギバックですか、合ってたんですよね。かなりの美形。美形ですね。綺麗ですね。あの見た写真見た時に、わあわあわあ楽しみとか。行こう、後で買いに来ようよ。あ気をつけろ。後ろ向いた。くるっと回ったら、おうおう、あれなんて言うんだろうね、度胸があるっていうのが。なんていうのか。おはようございます。おはようございます。下に行っちゃって。このまま降りちゃって。どうですか？下に戻すの？何で戻すの？あ、ないぞ、ないぞ。軍隊の人が太鼓鳴らすときにちょっとお前ちょっと位置についてみて。これぐらいですか？あ、大丈夫、これぐらいね。組んでなんかライブをやるっていうふうに今資料に書いてあったんだけど、それはもう撮ったんですか？もう撮った、撮りました。超きつかったよ。すいませんね。普段のライブと比べて
どうだったの？普段のライブとかレコーディングとかより全然きついね。うん。何が？だってカットカットだから途中まで歌ってはいカットでこのフレーズだけ歌ってはいカットだからそれを何時だっけ9時半ぐらいから誰覚えてなかった9時半ぐらいから夜中の3時くらいまで頑張ってみちゃいましたちょっとテストテストよーいはいだって迷子の事故でさ病院行ってんのガラスで来たら平気だよ全てはいはい、はい特になんかファンだからっつってこうあんま遠ざけたりとかしてないしファンも同じ人間だからね俺らがちょっとテレビで出るだけだからそれでちょっとテレビ出てちょっと歌歌ってるだけでこんな時間かけてあんな暑い中ね集まってくれるんだからそれはもう俺らの友達でしょみんなが好きなんですよもうみんな好きですよ今撮ってもらってる人たちも全員好きですよみんなを愛してますから僕は。はいじゃあ本番いきます。本番です。すごい才能を感じますけどね役者としてもね、うん、私もあんな時代があったんだなと思ってちょっと懐かしくってやるだけのことはやった
俺らの演技してる姿を見てみてください。チャルプダハミニダリングプダウソよ、リングより怖いです。おいどうなの、みんな拍手。はい、じゃあドギーバックのリードで一つ。じゃあここはあすみさんの誕生日ということで、僕たちがコーラスを、あ、歌を歌いたい。ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイトゥーユー、あすみちゃん、ハッピーバースデイトゥーユー。お前のテンポむずすぎだよ。なんでその途中で名前忘れたんだよ。ハッピーバースデイ、ハッピーバースデイトゥーユー、発音綺麗、ハッピーバースデイ R&B チョーニー、ハッピーバースデイトゥーユー。あ、かっこいい、かっこいい。